ドゥアルテピオでブラガンサは、現在のポルトガル王位請求者。ブラガンサ公、ブラガンサ家家長として、ビラビソーザム現在の親鳥騎士団及び、聖イ,イザベル騎士団総長。ブラガンサ公、ドゥアルテヌノとその妻マリア・フランシスカの間の、長男として、スイスのベルンに生まれた。先例の大父母は、教皇ピウス十二世、及び、最後のポルトガル王マヌエル二世の母。 アメリアデオルレアンスであった。トゥアルテピオの出生時、ポルトガルはすでに1910年により、共和制に移行しており、ポルトガル王家は1834年と1910年に出された追放令によって亡命者となっていた。しかし両親は着手に、形だけでもポルトガル王位継承権を保持させようと、王位継承者は、ポルトガル国内で出生しなければならないという王位。 継承法の条件を満たすため、ドゥアルテピオをスイスのポルトガル大使館で出産したのである。しかし、ポルトガルの君主政治辞者のごく一部には、この出生の状況に関して、ドゥアルテピオの多い継承権に問題があるとする、議論もある。1950年5月27日、ポルトガル共和国議会は1834年と1910年に出した王族追放令を撤回した。 1951年、おばのフィリッパに付き添われたドゥアルテピオは初めてポルトガルを訪れた。1952年に両親や二人の弟たちと一緒にポルトガルへ移住した。1957年から1959年にかけてドゥアルテピオはサントチルソのヌンアルブレス港に在校し、1960年にはリスボンのコレジオミリタールに入学した。 さらにその後農業経営学院に学んで農学の学位を取得し、ジュネーブ大学にも在籍している。1968年から1971年にかけて、ドゥアルテピオは徴兵され、植民地戦争が展開されていたアンゴラで、ポルトガル空軍のヘリコプター操縦士として軍務に就いた。1972年、ドゥアルテピオはアンゴラの多民族根性の独立組織と関わり、 独立組織の作成した独立後の国民議会の議員リストに載せられた。事態を有料した首相マルセロ・カエターノの命令で、ドゥアルテピオはアンゴラから呼び戻された。ドゥアルテピオは旧ポルトガル植民地で1975年にインドネシアによって占領された東ティモールの独立運動において大きな役割を果たした。この問題が世界各国のメディアに取り上げられる以前から、 ドゥアルテピオは様々な国や国際的な場で東ティモールの民族自決が認められるように働きかけを続けた。1997年、ドゥアルテピオはインドネシア副大統領ユスフ・ハビビに対し東ティモールで独立の是非を問う住民投票を行うことを提案している。1999年にハビビが大統領に就任した後、東ティモールでは 住民投票が行われ、独立が実現した。2006年5月、ポルトガル外相、ディオモ・フレータス・ド・アマラルは、自らの出した公式声明の中で、ドゥアルテピオを、ブラガンサ公と呼んだ。これを受けて、2006年7月5日に、人民君主党党首で、国会議員の布田カマラ・ペレーラは、ドゥアルテピオを、大い請求者並びに、ブラガンサ公として、 正式な承認を行うよう、共和国議会議長に求めた。このため2006年7月11日、政府は、ポルトガル憲法は、共和政体を明示していることを公式声明として発表しなければならなかった。近年のブラガンサ九百9 9 5年5月13日、イザベルデ・レディアと結婚式を挙げた。婚礼は、リスボンのジェロニモス修道院において、 アントニーオ・ヒベイロ・スーキ教の主催で取り行われた。結婚式には、当時の大統領マリオ・ソアレス、首相アニーバル・カバコ・シルバをはじめとした、ポルトガルの主要な政治家たち、そしてヨーロッパの昭和家の代表が出席した。この結婚式と、翌年の長男アフォンソの誕生は、ポルトガル中のメディアで、イザベルとの間に二男一女を設けている。 オーストリア金融毛騎士団員としての文章域メディアコモンズにはブラガンサコーデュアルテピオに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。